じゃこんにちは。はい、日本ハムノーテンダー FA という。はい、ね、ノーテンダーっていうのは、ね、あんまり耳新しいというか、うん、聞き慣れない言葉だと思うけども、そうですね、まあノーテンダーとは、はい、主に契約がコストに見合わなくなった際に用いられるシステム、はい、結局年俸に対しての数字が低すぎるということだよね。うん、それで、日本ハムがこの3人、西川、秋吉、太田、この3人をノーテンダー FA とするという、西川は海外 FA も持ってて、うん、この後の2人は、国内移籍の FA を持ってるということでね、単に年俸を減らすっていう風な契約の仕方をするのではなくて、うん、このノンテンダーっていうのは FA 権を持ってるっていうことがポイントですか？そう、あの自由にしてあげるということ、うん、で、あの西川、秋吉、太田、ね、今年の成績が悪い、このまま球団に残ると、まあ西川なんか40何%、太田もそうだよね多分、うん、この西川は FA を宣言しちゃうと、おそらく人的保障だとか、はい、金銭とかそういうものが FA に対してかかってくるということで、うん、自由に、球団は自由にしてあげた方が、あの交渉もしやすいし、話がまとまるんじゃないかというふうな形で、このノーテンダー FA というものを用いたということなんだよね、うん、だからまあ言えば、どこと話をこうもう個人でできるということだよ、うん、ということは、選手、球団にとってどちらにもメリットがあるという考え方とも違うんですか？やっぱまあ、例えば西川とか、うん、あの人的保障で、あの選手も取れるしみたいな、まあ、そういう、 こう高額な年俸を払ってるしね。で、まあ、大谷したって、まあ、例えばそのトレードとか FA とかだから、まあ商品として考えれば、うん、まだまだその商品価値があるかもわからないけども、はい、だけどそれをやるんではなくて、球団としてはもう自由にやっていいから、どっか見つけてきなさいと、うん、でもあの昨年ね、村田という投手が、うん、はい、やっぱこういうノーテンダー FA で、はい、他が話がまとまらなくて、また日本ハムでプレーをするようになった、はい、まあ、その時にはこういう年俸は多分支払われないと思うけども、はい、だけどもやっぱこう西川、秋吉、太田が、いや僕は年俸いくらでもいいんですよとね、うん、あの日本ハムビッグボスの下で野球をやってみたいんですよって言えば、日本ハムは残すようなことも考えると思うんだよね、はい、とりあえずは自由にするから、他の球団のお話とか契約がまとまるかどうかわからないけども、話をしてみるのもいいんじゃないかという球団の行為だよね、うん、まずはね。だけど冷たい言い方をすると、はい、ね、もう君たちはちょっといりませんよとね。だからこのコストに見合わなくなった、うん、2億4000万の数字ですか、ね、5000万の数字ですか、1億3000万の数字ですかっていうことも、うん、しっかり、こういうことを用いることによって示してるよね、うん、だでもね、これはね、新しいことかもわからないけども、はい、これから主流になってくると思うよ、うん、で FA で球団が商売するんではなく、うん、またそのなんていうの、マネーゲームをやるんじゃなく、うん、こういうふうなことをやってコストをちょっとずつでも下げていかないと、やっぱコロナの影響もあるし、うん、お客さんも満タン入ってるわけじゃないから、それ潤沢にね、球団もお金があるわけじゃない、うん、だからそういう意味ではこういうものが今後やっぱ足掛けとして主流になってくると思う。だから日本ハムが先駆けで、うん、これやったんだと思うんだけども、うん、これは俺は悪いことじゃ全然ないと思うんだよね、うんうん、ただやっぱこう、この3人はやっぱってちょっと刺された感じはすると思うけども、ちょっとショック、うん、だけど、はい、うん、まあ、最初だからね多分、はい、こういう大きな選手がノーテンダー FA になるっていうことは、うん、ノーテンダーになるっていうことはね、だけどもこれが俺はおそらく主流になってくるような気がするし、うん、だからどういう交渉の仕方をするのか、そういうことをこうちょっと見てみたいよね。じゃあ今後、まあ、こういったノンテンダー FA ということが
発表されて、うん、3選手はこれから今後どうするかっていうことを動き始めるということなんですか。まあそうだね、だから、うん、まあ、例えば自分で売り込むこともあるかもわからないし、うん、まあその後のその日本ハム以外の11球団がもう動き出してる可能性だってあるしね、うん、はい、逆に名乗りを上げる球団があるかもしれないし、うん、あるかもわからない。だからまあまあ、29歳西川遥輝なんかまだまだね、うん、選手としては脂が乗り切ってるっていうような状態で、はい、まあ、今年はたまたまこの数字しか残せなかったけども、うん、まあ、うちの球団でに来ればもっともっとこの年俸に似合う、ね、あの成績は残せるっていう風になればもう年俸は据え置きでいいよと、だからうちに来てくれとかね、うん、ただそうはいかんわね、うん、うん、やっぱ下げられるわね多少ね、はい、うん、下げられる可能性だったら、はい、うん、だけどやっぱあのどっか取るところもあるし、秋吉だって、まあ、あの今年1年肩を休ませたというふうに考えれば、はい、まだまだこう32歳できる年で、太田大志も31歳、まあこの数字を見るとちょっと悪かったけども、はい、あのその前の成績なんかは良かったしね、前の年のね、はい、うん、だからまあまあ言えば日本ハムがあの自由をこの3選手に与えたとね。ただ、うん、まあ、俺がノンテナもうフリーですよって言われたら、はい、どう感じるのかなって考えたらね、はい、最初に私もそれを豊さんに、もし豊さんが選手で、うん、ノンテナ FA っていうことを球団に言われたら、うん、どのような気持ちになってどのような動きをするんだろうっていうのを聞いたんですけど、うん、まあ寂しいと思うよね、うん、絶対寂しいと思うんだよ、うん、やっぱこう育った球団、まあ、西川なんか特にそうだ、まあ、秋吉はヤクルト、太田は巨人だから、うん、まあ、そんな気持ちにはならないかもわからないけども、西川なんか日本ハム一筋でここまで来てるわけだから、うん、はい、まあ、寂しいっていう気持ちもあるだろう、うん、まあ、しかしプロの世界って厳しいしね、はい、でやっぱここに書いてある、まあ、契約、主に契約がコストに見合わなくなった際に用いられると、うん、ということはやっぱこのお金に対してこの成績はないだろうっていうことがやっぱ自分でも分からなきゃいけないよね、うんうん、だからこれはあの日本ハムの方はいやもう半分にしてくださいとか言って日本ハムでもう一度やらせてくださいって言えば日本ハムの方も考えると思うしね、うん、多分ね、うんうん、ただいや納得がない、こういう扱いをするんだったら納得がないって言って他行く可能性だってあるし、ただこのままいて残れば、はい、必ず 40%、 40何パーセントかな、うん、1億以上の選手は、うん、で5000万の選手は 25% かな、うん、まあ、太田も 40何パーセント、うん、やっぱ原木食らうということだよ、うん、うちにいたらそうですよというね、稲葉 GM のだから君たちは外でできるだけこの年俸に似合うような払ってくれるところを探してもいいですよという、うちはちょっとそのお金は払えませんよっていう話だからさ、うん、でもアメリカではねそういうことで大物であの球団がその大型契約をしてる選手をこういう風な FA で表に出し、あの自分ところに見返りは持たないでフリーに契約できるようなことで成功してる選手とかもたくさんいるしね、うん、だからあんまりなんかこう話をするとさ暗く感じちゃうかも分かんないけど、はい、全然暗くない話でね、うんうん、ただこのまま野球ができなくなるような3人ではないと思うんだよね、はい、だからどっか交渉すればあのユニフォームは必ず着れると思うし、うん、だからまあポジティブに、そうですね、そうそうそう、だってこの数字でさ FA 持ってたってどこも取らないよ、うん、そしたらやっぱり自由にしてあげる、これは俺は日本ハムの方は俺は正解だと思うけどね、うん、だって見返りが何にもないんだもん、でもそれでも自由にしてあげるっていうことがをやっぱ感謝を持ってやっぱ選手たちはちょっと進んでいかなきゃいけないと思います。はい、もうなんかこの最近日本ハムはいろいろと新しい動きが、そうな、本当な、本当に、うん、あのたくさんあって、まあね、ビッグボスの、ね、うん、就任もあっていろいろ新しい動きが出ているように気がしますが、ね、まあまあ新しいことをね、はい、どん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 風を吹かすことっていうのはすごく大事なことだし、うん、あとはこう3人とも年俸はともかくとしてビッグボスの下でやりたいって言えばなんか新庄監督はよしもうそこまで言うんだったら来いみたいな、ね、年俸はちょっと球団と話し合えみたいな、ね、そういうことにもならないではない。はい、ね、はい、まあ
まあ、こういうことなんで、これからこの3人の動きっていうのはどういうふうになっていくかね、やっぱりちょっと、見届けたいなというふうに思います。はい、はい。